はようございます。白内藤です。いやー、まだまだ暑い日も続くんですけれども、なんとなく僕にとってはね、朝は秋を感じ始めちゃったかなっていう感じがするような今日なんですけれども、今日はこの64のもう一つの性能を試しに来てます。それはね、このルアーを使った釣り。そう、僕がね、このロッドにものすごく期待をしているクランクなんですね。特に今日はシャロークランク、ウィードの外側に出てきているバス、これをメインにね、狙ってみたいと思います。いや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 、でかいの出したいね。おー、ありがとう。いや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 、よいしょ、ほら、ありがとう。今ね、結構痛いよね。ほら、ありがとうね。バイバーイ。いや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 。来た、おっしゃ。うわ、でも魚が違うよこれ。キャットフィッシュでした。バレてくれてよかった。ここのところ水位が下がってるんで、魚がね、大半の場所はカバーのもう外側ギリギリとかもう出ちゃってるんですね。なので今日はシャロークランクを使って攻めてるんですけれども、それでもね、ストーンと落ちてる場所なんかは果敢にね、エッジエッジを叩いていくときにはシャロークランクで、特にちょこちょこ釣り、あれがね、ものすごく効果を出すこともあるんですね。カバーに若干だけ絡めてあげるなんていうときにはちょこちょこ釣りをやると、その下でこう待ち伏せしてるデカバスなんかにはものすごく効くんです。それを考えるとね、やっぱりこの64っていうロット、すごくそれをやるには使いやすいと思うんですね。距離を投げてラインで攻めることもできれば、点の釣りにもうすぐスイッチするっていうこともすごい簡単にやりやすいと思うんです。ミッドクランクまでをはじめとしてクランクの釣りで攻めていく、そんな時にはね、攻め方って一通りだけじゃないんですね。ものすごくいろんなものを組み合わせようとするからこそ、それに対応してくれるロッドってすごく大事なんだと思うんです。来た、おっしゃおっしゃ、おいいね、外側で来たね。おお、ありがとう。気持ちのいい当たりだった。ほら、いやいやいや、気持ちのいい当たりだった。典型的な当たりだよね。ボンってきた。ありがとうね。でっかくなれよ。バイバイ。おお、気持ちのいい当たりだったね。いや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 、ああいう魚だよね、今日僕が狙ってるのは。
おっしゃそこちょこ釣りにね、たまりかねた。そこそこのね、水深あるから。でもね、ありゃ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 、シクリットですね、これ。綺麗な魚なんだけどね。でも今日狙ってる魚じゃないんです。今日狙ってるのはね、バス君なんですよ。ありがとう、でも付き合ってくれて。バイバイ、またね。おー、ちょこちょこ釣りで出たかと思ったのにね。おお、ウィード出たところで来たけど不意打ち食らいましたね。ありがとう、でも。ほら、忘れた。ありがとうね、もっとでっかくなれよ。ジャニー、ウィードを抜けてね、もう完全に手前側に来て、パッドを抜けて戻す途中でした、ね、来た、おっしゃおっしゃウィードのエッジだね、あそこ。ありがとう。ほら、いやいやいや、大きさよりもあそこで来てくれたことが嬉しい。ありがとう。やっぱいるべきところにいて、狙った出方で出ると気持ちがいいよね。ありがとう。バイバイ。クエ。食わないか。いやー、でも今日も遊んだ。いやいや、クランクベイトってね、ただ漠然と引いてるよりは、なんかちょこ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 、なんかいろんなことを加えてあげると、ほんとね、面白いと思うんですね。そんなことを考えると、やっぱこの64っていうのは、長いけどちょこちょこ遊べる、長いからこそディープも含めて効率よく狙える、ゾーンも稼げる、まあほんとね、いいとこをうまくまとめてるロッドの一つだとは思うんですね。残念ながらロッドはね、一本で全部をっていうのはなかなか難しいんですけれども、この64仕掛ける釣りをやっていくと、僕にとっては大事なタックルの一つになってると思うんです。今日はそんなわけで、64を使ったこんなクランクベイトの釣り、これで遊んでみました。皆さんも道具は自分が何をやりたいのか、それをやるためにはどう組み合わせると一番効果的にそのタックルを使いこなすことができるのか、ここをね、一度考えてみると、釣りがもっともっと進化するだけじゃなくて、超過も伸びていくと思うんですね。また皆さんとお会いできることを楽しみにしてます。じゃあねー。